ノルマの闇を受験コースノルマっていうのがあって、これで8個って言われますよね、うん、もしぜひなしがパイパイコっていうのは本部からこうリストアップされたんですけど、はいはい、こっちがだから断られない金額出してるポリス、絶対にこの内容を口外しない。さて始まりました、ムテチチャンネル。さあ、今回なんですけど、はい、ひとみさんにおいでいただきました。こんにちは、お久しぶりです。はい。久しぶりって言いながら、まあまあ出てるんですけど。まあまあ出てますね。まあまあ出てますね、はい。今回はですね、ノルマ。ほう、ノルマ。大きいですね。はい。ノルマについてちょっと聞きたいんですけど、塾協会の、うん、ノルマの闇をちょっと教えてもらおうかな。あー、なるほど、わかりました。学習塾は、冬季講習の募集ってもうガンガン出してるんですよ。うん、なので、当然、冬季講習のノルマってのがあるんですけど、はい、実はそれ以上にもっと大事なノルマがあって、ほう。何かというと、中3とか高3って当然受験しますよね、はい、そうするとどこどこ高校とか、うん、どこどこ大学、うん、いわゆる名門校って言われてる高校や大学にどれぐらい受からせるかっていうノルマが降ってくるんですよ、うん、はい、大事ですね、はい、ね、で、僕今までそのいろんな塾の人と会ってきたんですけど、実は合格者数のノルマを貸してるとか少ないんですよ。ほう、そうなんですね。実ははいはいはい、東進ぐらいでそうなんだ、東大東進ぐらいで、はいはい、800超えなきゃ絶対許さないぞみたいな数でやってる塾とか予備校さんはあると思うんですけど、実はその一歩手前に受験コースノルマっていうのがあるの。へー、受かるか落ちるかはその時の運もあるじゃないですか、はいはい、だからこっちでは不可抗力で何もできないので、うん、その手前で何個受けさせろみたいなノルマ降ってくるんですよ。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、っていうのがあるんですね、うんうんうん、で、まあ、僕ちょっと大学受験科だったので、はい、例えば、まあ、僕の教室に仮にですよ、うん、日比谷高校の子がいたとします、はい、ただ東大とか京大とか、うん、一橋東高齢とかは受けられるレベルじゃないと、うんうんうん、で私立文系である、で模試の成績見たら、まあ、65から70付近うろうろしてるみたいなパターンってあるんですよね、はい、そうするとどうするかっていうと、もう国公立じゃなくて早慶上智合格目標を追うんですよ。おー、なるほど、なるほど。だから早慶上智の受験校数を増やせっていう命令が上から降ってくるんですね、はいはいはい、で早慶上智って何名って言ってるじゃないですか、うん、ってますね、一番増やしやすいのって上智ですよね。ほうほうほう。しかも上智って早いじゃないですか、うん、日程が2月1日からバーッと始まりますよね、はい、なので早慶上智合格目標を追うために受験コースを増やすために、うん、上智をめっちゃ受けさせるっていう戦略があるんですよ。へー、そうなんですね。稼げるんで、はいはいはい、64から70であれば上智4つぐらい行ってくれれば、はい、まあ3つか4つは受かりますよね、恐らくね、うんうん、それで3、4ぐらいを確保するっていうような受けさせ方があるんですよ、はいはいはい、でこれ僕が行った塾だけかなと思ったんですけど、うんうん、実はいろんな塾で救急車って言っちゃいけない話するから僕いろんな塾の人と会ってるんですけども、僕の塾だけかなと思ったんですが、はい、受験コースノルマって結構いろんな塾で設定されてて、はいはいはい、あ、それを追ってるんだなっていう塾は多いなって感じました、うん、特に大手は多いなって感じましたね、で、例えばなんですけど、その子がですよ、早稲田の商学部か慶応の経済しか行きたくないみたいなことを言い出すわけですよ、はい、で、この2校しか受けないみたいなことを言うわけですね、うん、ただ、看板学部なんで受からない可能性もあるじゃないですか、うん、そうすると、まあ怖いんでこっちとしては滑り止めとして上智とかマーチも多少受けてほしいなと思うんだけど、うん、本人がこう嫌がるケース多いですね。あります。あります。で、そうすると、これ、両方があっても2しか取れないんですよ。だから、上から、上智を受けさせろっていう指令が降りてくるんですよ。なんとか説得して、上智を受けさせて、さらに、早稲田も、商学部だけじゃなくて、教育と、人科も受けさせるんですよ。はいはい、ありますね。で、4たす3たす、まあ、慶応の経済1なんで、これで8個。って言われますよね、うん、そうするとまあ6校ぐらい取ってくるんですよ、うん、6校7校ぐらい取ってくるんで、うん、2から7に増えるんで、はい、早慶上智の合格者がめちゃくちゃ多く見える、うん、で、校数は受けさせてるから本部からそれで OK が出て、はい、まあ、特攻させるみたいなことはあるんだなっていうのがまあありますね。あります、はい、いいと思います ね、 ですよね。だって早慶上智ってまとめちゃえば分かんないですから、何がなんだかね、一人の人がめっちゃ取ってるだけだっていう、そう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 、全然あるあるですからね。ありますあります。で、上智が一番稼ぎやすいん で、うんうん、で早慶の日程もほとんど被ってないんで、うんうん、受けさせやすいんで上智めっちゃ受けさせて、そう、ね、早慶上智でバーンって取るみたいなことやってるのが意外とこの関東付近、うん、
いくつかあるなっていうのを知ったんで、はい、そうですね、だから上智に関して言えば昔はね上智って人気が高くて、うん、でしかも日程2日間だったんで上智って、あ、入試がその面接あったんで知らなかった、それで、ほうほう、でその面接が総計と被るわけです、はあ、はあはあ、なんでそれで受けられなかったっていうのが昔なんですけど、今は上智って1日程ですから、うん、だから総計と被んないですから、うん、当然両方受けられる人が山ほどいるわけで、そう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 、いう時代になってますから、そうなんですよ。さらに、まあ、こっからがちょっと闇なんですけど、はい、学校の偏差値が高い子とか、うん、まあ、模試で偏差値が高い子っていうのは本部からこうリストアップされるわけですね、はいはい、で、この子がちゃんと上智3校以上受けてるか、うん、で、早稲田と慶応受けるのはいいけども早稲田の比較的受かりやすい教育と人科を受けてるかどうかっていうチェックが入るんですよ、うん、はいはいはい、で、なんでこの子は人科受けないのみたいなツッコミが入るわけですね、はいはい、そうすると人科受けてもらえるように、まあ、説得に入ったりするんですよ、うん、ですが、もう固くなに本人も親も、うん、慶応経済と早稲田の商しか絶対受けないみたいな、はいはいはい、あるわけですよ、うん、そうすると何をするかっていうと、うん、もう最終試なんですね。おぉ、なるほど。もうそれで、あってもう、偏差値70ある子が、慶応経済と早稲田の人だけ受かっても2校しか持ってきてくれないんで、うん、上智もし4発受けてくれれば、4つともおそらく取ってくると思うんで、うん、じゃあ、つって言って、最後渋ってる親と本人を本部みたいなところに呼び出して、実績を作るその管理者ですね、うん、部長みたいな人とかいるんですけど、うんうん、そういう人が書面を出すんですよ、はい、絶対にこの内容を口外しない、はあ、なるほど、っていう誓約書をサインさせて印鑑を出せるんですよ、はいはい、その代わり上智の4校分の受験料と、うん、早稲田の教育と人科の6校分の受験料に加えて交通費全額プラスアルファ口止め料を出すんですよ。へぇー、公害されてる。そうそう、ここで公害されてる。そうなんですよ、世界に発信。そうなんです、はい、手間かけさせてごめんねっていう理由も込みでプラスアルファのお金も出して、まあ上智4校、早稲田3校、慶応1校受けさせて、うわー、ブワーって語学持ってきてもらって増やしていくっていう作戦が毎年取られてる塾が結構ポツポツあるんですよ。なるほどなるほど。かさ増しというか、なんていうかな、まあ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 、かさ増しっちゃかさ増しですね。水増しではないんですけど、ではないですけど、まあお金を払って出してるみたいな、うん、でそういう予算がもう組まれてるらしいですよ。へえ。今年は渋ってる親子に出すお金は何百万までみたいな、へえ、その予算内でどうにかするんですよ。すげえ、そんなことがあるんですね。はい、でもそのもう呼び出した時点で、はい、もし断られたらやばいじゃないですか、はいはいはい、だから断られない金額を出してるっぽいです。へえ、やば。受験側に利があるようなレベルのお金を出して受けさせにいってる。はあ、じゃあ分かんないですね、これ見てるね人は、来たうちもって思うのか。あ、そうそうそう、もしくはコメント欄に僕もそのあれありましたみたいな。いやいや、 あります、公開できない。すごい。そう、だからこれは高校バージョンとかになると、例えば早稲田佐賀高校ってあるじゃないですか、はいはいはい、で、あの早慶の付属高校の合格者図バーンと出すときに、はい、早稲田佐賀が入ってると見栄えがいいんですよ、ね、はい、数字が出なくなるんですよ、はいはいはい、で、この早稲田佐賀受けないって言ってる家庭、はい、呼び出して誓約書を書かせて、サインと印鑑をさせて、早稲田佐賀の受験料と交通費と口止め料を払って受けさせに行くんですよ。すげえ。でもこれでも出てるってことは当然断った人がいるってことですね。僕がいた頃は断った人はいなかったと。いくら使ってんだよと思って。なるほど。もうバカみたいに、例えばですよ、それこそ偏差値70あって塾にもう長年お世話になってるからっていう理由で、教師との先生に最初にもう試験格で上智を受けて、うん、早稲田と慶応に行きましょうみたいな綺麗なことを言うんですよ。そうすると納得してくれる子もいるんですよ。わ、うんうん、かりました、じゃあ上智もう4日連続受けに行きますって言って、納得してくれる親にはもう全額負担、自己負担なのに、渋った親にはなんか多額のお金が出てるみたいな。うわー、これ駆け引きする人出てくるかもしれない。あ、そうそうそう、これ見てる保護者の方は大手の直営塾とかにいると、もしかしたら最後そういうお金がパッと出てくる可能性があるっていうのが、僕これやってる会社一つだけだと思ったんですよ、うん、ところがポツポツあるらしいって聞いて、あ、そういうことなんだ。フランチャイズでは厳しいと思います。あ、フランチャイズでは聞かないですね。僕が聞いたのは東京にある直営の塾とか、うん、神奈川にある直営の塾とかでポツポツ行われてるっていうのは聞きました。うちも渋ろうって言ってね、実はその生徒の偏差値が大したことなくて全く来ないなんてことも、あーまあ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 ありえますからね、はい、なるほどね。そういうのをやってる塾も
まあ、ありますと、うん、実は高校も高校時代がやってるところなんですよ。進学高校を目指してる高校が高3生に受験料負担して高校側が出して首都金ってくださいみたいな。すごっ、そういう悩みがあるわけです、はい、まず確かにね、最近総計上利ってね囲んでるところが結構あるんで、はいはいはい、総計だけだとこう上がってないなっていう時はそうやってやったりとかして、うん、ありますね、はい、まだその数値に使いやすいんですよ、上地は動かしやすいんで、そうそうそう、上マーチにできたりするし上利でやったりとか総計上でやったり総計上利でやったりとか、それで数字のマジックいろんなところが発揮してるんで、うん、そうなんですよね、日程が上地、マーチ、総計みたいなこう分かれてだからいくらでもできちゃうんですよ、やり方が、うんうん、それでまあ別に水増しとは言わない、受かってるんで実際には、うんうん、ね、まあお金を出して一人の子に何個も受けさせて何個も持ってきてもらうっていうのが最後の手段で使ってる塾もある。まあ普通に考えてね、受験料だって高いよね、まあ大体3万5千円ぐらいじゃないですか、1個で4つ受けてきてくれっていうだけで14、5万ぐらいかかりますからね、動いてるわけで、だから6つ全部やりますって言っただけでもすごい額で、それで交通費口止め料ってやったらね何十万動いてるんだってことなんで、まあ、それぐらいやっぱり合格者数実績っていうのには価値があると思ってるわけですね。そうなんですね。でまあそういう戦略で学部まで全く分かんないんで、うん、そうですね、そうそうそう、なので実は総計上智だけど経営はめっちゃ少なくて、うん、上智でめっちゃ稼いでる塾とかあるんで、内訳なんですかって保護者の方は聞いた方がいいかもしれないですね。なるほど、はい、すごいな。そうだからね、数字のマジックってあるので皆さんね、そういう風に踊らされないように気をつけてください。だからしかもだって一人の人がバーンって稼いでるっていうねこともまさにあるわけで、そう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 、50って出て本当は8人ですとかそうそうそう、ありますあります、ありますあります。そうね、注意してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、また暴露しにやってきますね。あ、まあ、塾ネタはもういくらでもあるし、ね、自分のチャンネルで暴露しないうちでやって危ないやつ、こっちでちょっと腰でると危ないかなみたいな森田先生のとこならいいかなみたいな怖いって、今回平田さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。